広瀬さんの遺体が見つかった公園にある献花台には今もたくさんの花が供えられています。旭川市の公園に設けられた献花台。今日も市民が訪れ花を手向けていました。ご遺族の方が納得できる形に落ち着けばなっていうことを願っています。安らかに見守ってくださいと伝えました。14歳の若さでこの世を去った広瀬爽彩さん。自宅から失踪し、今日で2年が経ちました。ねえ、決めた。今日死のうと思う。2年前の今日、知人にこう告げて自宅から姿を消した広瀬さん。翌月、雪の中から変わり果てた姿で見つかりました。遺体が発見されてから、市は広瀬さんへのいじめが疑われるとして、第三者委員会による調査を開始。しかし、上級生らによるいじめ行為が認定されたのは、1年以上経ってからでした。さらに、広瀬さんへのいじめと死亡の因果関係は不明と結論付けたのです。委員会として、もうはっきりお答えできるような結論は出していないかな。不明というふうに言わざるを得ない。この調査結果に対し、遺族側から不服とする意向があり、旭川市長が主導して立ち上げたのが、道外の専門家などで作る再調査委員会です。教育評論家の小木直樹委員長は、最終報告まで1年4ヶ月かかった最初の調査よりも短い期間で再調査を進めたいとしています。市は調査と並行していじめの防止や早期解決など対策の強化を急いでいます。この度は旭川モデルいじめ防止対策推進部を設置をすることにいたしました。旭川市では学校からいじめやいじめが疑われる事案の報告があった場合、市教委が対応していましたが、今年4月から初めて市長部局にいじめ防止対策推進部を新設。市教委と連携したいじめ対策チームで学校の支援にあたり、スピード感のある対応を目指します。悲しい事態を起こしてしまった旭川であるからこそ、しっかりとした再発防止に取り組んでいかなければならないと。広瀬さんが姿を消して2年、悲劇を繰り返さないための取り組みはようやくスタートラインに立ったばかりです。